よいしょ。おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりの笹川湖に来てみました。で、久しぶりのとこではね、これ、ディパー。ね、携帯で見れる魚群探知機ね、いつもやってますけども、改めて、こういうちょっと久しぶりでわけわかんないところには、ディパーね。こういう感じで、レンタルボートにね、くっつけて、スマートフォンで固定情報と水温を見るっていうね、こういうアイテムなので、今日も使ってみたいと思います。今日釣ってみたいのはね、これ新しく出たゲイリー山本のヤバイブランドからの浮きたぬきね、浮く山たぬきってことで、ね、表層使いでも釣れて、中層でも釣れて、でもこういうフィールドはやっぱりトップウォーターで使うのがいいんじゃないかなってことで、浮きたぬきやってみたいと思います。これはね、こういう感じで後ろにつけたりもいいですけど、自分はバウデッキに固定して、よいしょ、水につけて、で Wi-Fi を、ね、すぐつながるから、で立ち上げると、今日は気温は28度まで上がる予報で、あ、19メーター。じゃあとりあえずスタートします。よいしょ。ああ、初めてチェイスしてきた。うん、その木の下います。よっしゃ。技あり。よいしょ。はい、浮きたぬきに気持ちいい魚追っかけてきて、で止めてちょっとにらめっこしましょうみたいにしたら、しっかり食い込んでくれました。イエイ。で CO フックの10番で P ライン 0.65、コンプレックスの小さい方にロデオクラフトのホワイトウルフの組み合わせで気持ちよく釣りができております。イエイ。わざあり。
水深17メートル、ドンブカの岩盤というかオーバーハングの木の下でうろうろしてるやつが食ってくれました。水温はね25度、トップにバッチリ出る水温ですね。で、浮きたぬき使って一番いいのがエラストマー素材なんで壊れないね。結構果敢に打ち込んだりかけてハイファイとしても尻尾はもちろんちぎれないし、本体も無傷ね。コスパがすごいいいルアーでございます。他にもある。うん。欲しくない。あるならやる。この場所。あ、釣れた。よいしょ。いや、ミミズ。はい、ミミズでなんとか一匹。お、出た。よっしゃ、やっと取った。よっしゃ、元気元気。よいしょ、よいしょ、はい。気持ちいいバイトでね、ちょっと小ぶりだけど、浮きたぬき、噂の浮くたぬきさんですよ。で、あのスーペリオフックの CEO フックのこれね、1回かかって2回かかるっていうね、あの2回かかっちゃうんですよね。この針かなりがっつり入ってます。いい刺さり。はい、キタヌキね、ちょっとね1匹目からカラーチェンジしてみました。じゃあ逃がしてあげます。よいしょ。いやー、ほんとね、このタヌキさんエラストマー素材なんで、どんなにぶつけてもどんなに釣ってもね壊れないね。もうちょっとちょいちょいってやったら、はい、また釣り再開できるっていうね、非常にいいタヌキさんです。じゃあ引き続き釣っていきます。イエイ。